はい、ご視聴ありがとうございます1週間のご無沙汰でした毎週水曜日恒例山本修五郎作品へのコメントそのまんま読み上げのコーナーです、えー、寒い毎日が続いておりますがいかがお過ごしでしょうか、えー、私の住んでる東京地方はまあ、予報では雪かも暑雪かもということだったんですが本当雪は 朝方にちょっと降っただけということで今は冷たい雨になっていますがもっと西の方南の方では大雪の被害もあったようでニュースでいくつか届いておりますけれどもまだまだ寒さも続くと思います気をつけてお過ごしくださいもうコロナもありますし寒さとこの天候ですのでなるべく外に出ないようにして私はもうひたすらうちで 朗読三昧ですそれでは早速最初のコーナー先週のこのプログラムへのコメントということで、えー、先週1月6日編の番組へのコメントということで読ませていただきます。えー、コメントありがとうございますこれはコメント朗読のことですねきっとね。えー、私はインサさんの声でないと酷使されていると思っていました。 どうぞご自愛ください。今回も伝わる声落ち着きます。竹有念仏、なんと四位。思わず嬉しさに、声高らかに、やった失礼しました。というコメントをいただきました。どうもありがとうございます。そう先週は朗読の声の話をちょっとしてね、まあ、あの非常に YouTube で今朗読がいろんな人が出てきて、 いろんなものを読んでて、まあ、声の良さだったり表現の良さだったりしますねっていう話をしましたけれども、その上のコメントだと思います。ありがとうございます。そ竹槍念仏が4位に入りましてですね、今週もこの後ご報告しますけれども、ベスト10かなり入れ替わっていますので、お楽しみにしてくださいあ。それじゃあ行ってしまいましょうか。先週のコメントはこの1つだけでしたので、 早速じゃあ次のコーナーでベスト10の方へ行きます。はい。ベスト10ではここ1ヶ月の視聴者数を参、すいません、言えてません。視聴者数を参考にしながらベスト10をご報告しております。視聴者数ですね。視聴者数です。本当、朗読してましてですね。どうしてこれ言えないんだろうっていうのが時々あるんですよね。視聴者数ですね。はい。は10位から。 10位憎い安畜症の総集編が10位入りましたこれ最近できたてですねはいそれから9位が「人出なし」が9位に入りました8位が「竹やり念仏」先ほどのコメントにありましたが先週4位でしたが今回は8位でした ということはその分また新しいのが入っているということでしょうか7位は一人ならじあこれ私大好きな作品ですね一人ならじ7位です6位が武道無門これも長らく1位を独走していたんですがとうとう6位になりましたもうここまで,でお分かりのように初登場のものがどんどん上がってきてます はい、5位は「カラス」4位が「身代わり金之助」3位に「石ころが来ました」そして2位は「花酔そうしまして第1位が「眠の影」ということで先週もちょっと予測した通りにですね要するに今年に入ってから新しい総集編ものを えー、毎日たくさん出していますので10位が大幅に入れ替わるというふうに予想していた通り新しいものがずらっと並びました1位からもう一度言うと「ネムの影」1位「花酔い」が2位3位が「石ころ」4位が「身代わり金之助5位が「カラス6位が「武道無門七7位が「一人ならじ」。 8位が竹やり念仏9位が人出なし10位が憎い安畜症。ということで先週まではベスト10の半分ぐらいを小説記位小説の記が半分ぐらい占めていたんですけれども、まあ、数的にはそれほど減っていませんので小説記の方も相変わらず大勢の方に見ていただいて支持していただいているんですがベスト10にはそれ以上のものが どどんどん入ってきてずらっと並んだというような感じでしょうかまた一個一個これ分析するとまあ今の時代層っていうか、まあ、視聴者の方のご思考なんかが分かるんですけれどもそれをまあやっているとキリがありませんので一応ベスト10の報告ということで以上おお知らせしておきますそれからもう一つのチャンネルイオンぎチャンネルの方のベスト10も見ておきましょうか。 はい『いよぎチャンネル』のベスト10まず10位が「遠書」の第1回目9位が「足軽暴行8位が「小磯と武四郎」9位が「牛」6位が「彦四郎実記」5位が「立て腰」そして4位が「西本寺しびすけの第1回目3位が「 法師川八景2位が「さみだれ日記」そして1位は「だだらダンベ前回と一緒ですね。ということになりました「いよぎチャンネル」の方もこのところ総集編毎日たくさん出してますのでこれもだいぶ順位が入れ替わり新しいものが入ってきましたそして4位の「西本寺しびすけ」がですね 先日シリーズ完了しまして、えー、7回目で完了しまして新しいシリーズ足軽槍一筋が始まっていますので今この足軽槍一筋は3回まで読んでいましてあと2,3回で完了になると思いますこれなんかもまた次の順位では来週あたり入ってくるのではないかと思っています演書も10位に入っていますけれどもこれも まあ、シリーズで続けましたのでこの後総集編「演書」と「金作行上記」あたりも総集編これから作りますのであるいは来週のベスト10に入ってくるかとも思います。いまあ「チャンネル」の方ではですね周五郎作品以外にも倉田百造の親鸞ですとか長代義郎の「幸運と流鵬」これは宝塚で「具鼻人という。 ミュージカルになって、大ヒットした作品の原作ですね。永井義郎の「幸雨」と「劉邦」も全五、えー、幕中、今二幕,幕目まで読んでいます。全五幕ですので、これからどんどん盛り上がっていくと思います。まあ、それと、シェイクスピアの「オセロと」と服部思想の「尊攘戦略史というのも始まっています。はい、以上。 イオギチャンネルの方のベスト10等々でしたそれでは戻りましてイグサチャンネル最近のコメントからのいくつかのピックアップですはい、えー、それでは作品は孫七とずんどこちらへのコメントからコメントです寒かったんですがふわっと心まで暖かくなったような女性ではなくその先の馬を見ていたなんて 敵の陣に行くまで誰にも相手にしてもらえなかったんですか逆に避けられていたのかなと思うとおかしくておかしくてありえないんじゃないいやぜひ会ってほしい会ってもいいんじゃないかと思わせてもらえる話ですね最終的には女性も見れたのですからというコメントをいただきましたどうもありがとうございますそうこの作品はちょっと ユーモラスなファンタジックなところが、まあ、面白く描かれている作品ですのでこううういいいった感想ももああるかとと思まます。す。どりがござ毎回言ってるような気がしますけれども周五郎先生の作品は本当にこうリアルでシビアな描き方のところがあるかと思うとふわっとありえないような,なんか心躍るような楽しいファンタジーなのもあって。 その両方が楽しめるところがまた魅力の一つだと思いますいいですねはいありがとうございます、えー、次の作品は身代わり金之助という作品でコメントは与エモンに恥をかかせぬため息子を世に出すため一世一代小村の大芝居という短い一言をコメントいただきましたありがとうございます ちょっとあんまり詳しく言うとネタバレになってしまいますのでまあ、ちょっとした仕掛けのある作品ということでぜひ本文の方でお楽しみいただければということで紹介がてらコメントをお読みしました身代わり金之助という作品です次は朝顔増誌という作品ですコメントです顔も覚えず姿も知らぬ 親が決めた言い許けを受け入れ心に決めてその幻を胸に秘めて10年の長きにわたり死い続けるおよそ今時は考えられない結婚の形しかし昭和の時代にもまだまだ存在していた結婚式の日に初めて顔を見たよと子供投げに笑い飛ばす老夫婦を幾組も知っている。 男女の縁とはそんなおおらかなものなのかもしれないというコメントをいただきました。ありがとうございます。そうですね。この朝、顔増資という作品も、またある時期の時代の初産というか、まあ時代が変わってしまうと、そんなことがと驚くような。と展開ではあるんですけれども、それもまあ含めてまあ、そういうことも含めて文学の楽しみ。 して読める作品だなというふうふに思っていますそういう意味では一作一作本当にいろんな形での愛と別れのようなものを本当にいろんなシチュエーションで見せてくれる小説群小説シリーズまあいろいろ楽しみがこれからも続くかなという感じで毎回読ませていただいています。 コメントありがとうございますはい、次は、えー、これ大シリーズ小説機のシリーズですね、えー、これは77回目へのコメントです暗いニュースが続く中連日のアップありがとうございますいつの頃からか朗読が毎日届く新聞のような存在になりました昨日に続く今日があり 明日が来ることは奇跡なのかもしれないと思ってしまう昨今ですがこれからもよろしくお願いしますというコメントをいただきましたありがとうございます本当にこの小説記に関して言うと必ず毎日一回約15分ぐらいずつずっと続けていますまあいよぎチャンネルの方で先ほど紹介した短編集もそうなんですけれども これもまあ毎日15分ぐらいずつ読んでいてま短編集の方は約1週間ごとに作品がま入れ替わっていくわけなんですけれどもこちらの小説記の方はもう77回ですのでもう約2ヶ月ぐらい続いているようですね。ままもなく文庫本のの冊目が終わりますので、約半分ということはあと2ヶ月ぐらい先までま続く感情になるかと思うんですけれども。 まあ長編小説一気に読んでしまうこともあれば毎日ちょっとずつちょっとずつ読んでいくっていうことでわ割といいペースで物語が持続してていいいいいくよううににななれば思っています。そしてこのまた小説記がですねつい先日までは「島原の乱」の男たちの戦いの話だったんですがそれが急にあっという間に花街で働く。 女性たちのののの熾烈な毎日の生活の戦いいドラマににあっという間に変わりましてです、ね、この展開の速さっていうのもそれからスケールの大きさっていうのも、まあ、週五郎作品の楽しみの一つなんですけれどももういろんな人たちが出ていろんな場所でいろんな状況で、まあ、事件が起き愛があり生活がありっていうことで。 まあ物語の世界に浸りながらまた現実にも戻りながらで毎日が過ぎていくような気がしますまあ、長い連載ですのでこれからもまた続けてお聞きくださいそしてコメントの方もお待ちしておりますどうもありがとうございますはい次の作品は吹き上げる花という作品ですねちょっと変わったタイトルですが吹き上げる花これは何かというと 江戸の火消しが消化装置を発明するという。ちょっと変わったま、異色の時代劇、劇時代物語ですね。コメントです。宇大友消化器実験。その1火消しが水浴び。縁断没その2。大成功縁断復帰。水が上がって大成功という。 ちょっと楽しいコメントをいただきましてありがとうございますそうまさにそういう展開のお話ですぜひこれは物語の方でお聞きいただいてお楽しみくださいまあ、バラエティ豊かなエンターテイメントという感じの作品ですねはい次の作品は花酔いという作品です、えー、先ほどのベスト10では急上昇ということでご紹介しました、えー、コメントです 遊んでいる2人を見た客が微笑ましく思ってつぶやいた言葉に傷つく兄弟叱られる弟も兄もひょっとしたら自分はとそれぞれ悩み苦しむ2人を包み込む母の愛を知りさらに絆も深まってよかったけど私たちが思っている以上に子供は賢く大人の話を聞いているのですね。 そして我々は良い母を持ったなぁと言える兄の気持ちを思うと、とても切ないです。今さらながらですが、子育ては自分育てだったんだなぁと思います。というコメントでした。ありがとうございます。これは幼い兄弟と母の物語で、まあ、短い中にも子供の揺れ動く気持ち、兄弟それぞれの思いと母の思い、 っていうのが書き込まれている。まあ、珠玉の作品ですねとい,ということが言えるかと思います。花よいという作品、ぜひ味わってください。ありがとうございます。はい、次の作品はアザミという作品です。コメントです。DNA のいたずらか、細胞分裂のミスか、生来の気質か、血脈か、己自身にも魚姿がたい。 性同一性障害にくくられる人々ずっと昔から存在し苦しく生きてきた人々はたくさんいたことでしょうどう読むのか迷いあぐねる言葉や文字音読みか訓読みか文字でさえ多様な読み方が存在するのに人の性に限って多様性が認められないのは違う気がするというコメントでしたありがとうございます この「あざみ」という、まあ、作品はですね周五郎作品の中には菊池芳生とかいくつかこういう、まあ、性の多様さのようなものを描いた作品があるんですけれども、まあ、そういう作品が当時描かれたっていうことも非常に不思議ですしそれが、まあ、今まで残って今も読めるっていうことがまた非常に尊くありがたいことだと思います。まあ、作者の 視点っていうかこういうことを書くということ自体もそうですしまた内容の表現も非常に、まあ、素晴らしいものがある作品ですねアザミという作品ですぜひお読みになってみてくださいコメントありがとうございますはい、だいたいこの1週間のところを主に拾っていくつかコメントを読ませていただきましたが読み切れませんたくさん 他にもコメントいただいていますのでまたそれぞれの作品のところで見ていただければと思いますまあ今年は本当にですね寒さんも厳しいですし、まあ、コロナのニュースも非常に気になるところですので皆さんお体にお気をつけてまたお過ごしいただければと思います来週に向けてこれからどんどん朗読の方も数を足していきたいと思いますので ぜひまたお聞きいただいてコメントいただければと思います。それではまた来週まで。どうぞお元気で。ではまた。